はいさいおーはいさいはいあはいさい、はい、おーはいさいさあありありわらばはいありありわらばおーはいさいおーはいさいはいおーはいさいあーはいさいあその音楽の間がね出せそうな感じがするね。だって僕はやっぱりこのなんていうのシティポップというのシティポップ苦手としてたんだよね。あの特にあのマイケルが各曲踊るとまず足が短いというコンプレックスから、あったことはない。でもよく最近考えた、僕は僕が足が短いんではなくて彼が長すぎるというまあポジティブね。いやいやね、そう最近そう感じてる、本当にそう思ってる。僕より身長が高いのは空気が薄くなるから生命維持にちょっとマイナスが生じる
僕よりも低い人は汚染された空気を吸うから生命維持に損傷があるし、僕はちょうど適当な 濃縮とね、新鮮な空気がちょうどこう肌の位置になるという。だから一番適さ生存ですよね。素晴らしいというこの身長が。言えば1メーター64.5。人類が僕と同じになれば地球はあまり破壊しない。大きすぎると食べ物も多くて大変になる。これはだから皆さんね、あまり身長高くならないように、低くならないように何か反論があるだろうか。そのままで伸び伸びと生きたいと思います。私はありがとうね、伸び伸びと生きるよ。私はなんていうの、ナルシスト、ナルシスト、ナルシスト、よくナルシストと言われる。ナルシストね、そんなもんではないと僕反論したい。ナルシスは湖面に映った自分に惚れて飛び込んだのよ。僕はそんなことしない。湖面に映った自分を自分のハートに飛び込ますのよ。スーパーナリシスト、OK？ これぐらいポジティブであればね、戦争を起こせない、ね、はっきり言う。僕はね、暗い平和よりは明るい戦争を選択する人類は、ね、だから我々は戦争文明によって作られていた音楽をね、書いていくような戦争に負けない、ね、平和の音楽を目指していくという。かっこいいでしょ、今かっこよかったでしょ、さっきはかっこ悪いけど、ねね、ありがとう。それならば、はい、中国の皆さん、韓国、北朝鮮、台湾、香港、アメリカ、ヨーロッパ、どうしても行こうか、アメリカも行こうか、とにかくね、一緒に歌おう、おらい、すべての人の心に花を。Thank you.
笑いもできる人は人として涙も流す、それが自然歌なのさ。心の中に心の中に花を No.